いらっしゃいませ。こんばんは、大型犬でございます。フォルツァモータースポーツセブンの日。さあこいつ、SR8 だね。前回ねヒーヒー言いながら乗っていたけれども、セッティング決まったかな。走ってみようか、お話しながらね。でやっぱりねスーパークイックだったので、例によって車高は上げています。おー、危ない危ない。で今までの、セッティングの方向性とはちょっと僕の中で違うアプローチを今回かけています。というのもこの車は、リアが重いです。MR なので、あ、ごめん、 MR でどちらかというと RR に近いぐらいのウェイトバランスなので、非常にコーナーの入り口で、ブレーキングの途中ステーリングを切るとリアが暴れてお尻が外側に巻き込んでいこうとします。その癖、コーナーの出口では、プッシングが出てアンダーがひどいです。なのでコーナーの入り口オーバーでコーナーの出口アンダーっていう挙動が、極端でした。でいろいろ、ね、セッティングを変えてみたんだけど、結果を言うとね、アンダー寄りに詰めてきました。おー、そんな膨らまないで、そんな膨らまないでいいじゃない、まず車高を上げます。結構車高を上げました。どんぐらい上げたかな、 2,3 センチ上げてんじゃないかな、前後でね。でバネを前も後ろも相当柔らかく、してきました。で、ダンパーもリバンプもだいぶ早めに、セッティングして、要はね、あのラリーディビジョン、オフロードの車の標準の設定のような雰囲気にしています。でなぜかというとね、この車、アンダーだろうとオーバーだろうと踏ん張りが、なんていうのかな、粘りがないのね。切れ味が良すぎるというか、タイヤが滑り出すときにあんまり予兆がなくて、あ、滑るかっていう、あ、いきなり滑ったなっていう感じをね僕は感じました。なので、予期しづらい、ちゃんと荷重をね移動させてあげていると途中でスコンと滑り出すイメージがあったので、まずそこを改善したいと。で、足回りを柔らかく、車高を上げて足回りのバネを柔らかくしたことで挙動に粘りが、出ます。足グリップにね、滑り出す時もじわじわっと滑り始めて、滑るよね滑るよね、あ、いい、滑ったっていう感じで、挙動のブレイク、足回りの破綻が分かりやすく、予測しやすくしたつもりです。でそれによって結果、よいしょ、荷重の移動がしやすくなった、荷重の移動がしやすくなったので、なんていうの、足踏まりが柔らかいからね、オーバー寄りに挙動させ、なんていうのかな、フロントのタイヤに荷重を入れようとすることが非常に簡単です。ブレーキをね、多少雑に踏んでもフロントに荷重が移ってくれるので、前荷重にするのが結構簡単、です。でそうなると今度は後ろのグリップがないと、ね、後ろのグリップがないとリアがどんどん巻き込んでいってしまうので、セッティング的にはだいぶアンダー寄りになっています。なんか うまく説明ができない、ごめんね。ちょっとね、言ってもこの車はすごく神経を使うので、緊張して走ってないと喋る余裕がないですごめん、なんかもうすごい全然喋れてないな今回な。怖い、サイドバイだね、思いっきり。おーっと、そんな感じ。ここで、ああ、またもう怖いなね、今の人結構ちゃんとぶつけてきたね
これファイナルラップか。あー、挙動に慣れるだけで1レース使っちゃったな1レース使っても今ちゃんと挙動に慣れているかどうかというと不安です。あのセッティングを出すときに多少走りはしたけどね、やっぱりあの他の車がいるときと、あ、怖い怖い、他の車がいるときとそうじゃないときはだいぶね違うからね。はい、5位です。ごめんなさい、ちゃんとお話ができなかった気がする。全然ちゃんとお話できてないね。今回5位です。で、前回まで何位だったっけ。あ、5位か。ってことは5位だね。ちょっと第5戦か。あの、ちゃんと走ってきますちょっと待ってて。あー、しんどいはい、2位です。雨の鈴鹿、しかも ALT ね、今回はあのちっちゃい試験員を忘れずに、ね、無事に走ることができたけど難しかったな。うん、まあでもね、あの雨だったおかげでだいぶあの改めてこの挙動を勉強することができましたね。で、前回まで5位だったけど、よいしょ、うん、4位まで上がったね。じゃあ最終戦だ、晴れるといいなね。やっていこうか。うん、ロードアトランタフルサーキット、よかった、いい天気だね。これはいいね、いい天気だそれしか言ってない。さあ走っていこうかね。このコースはもうずいぶん昔からあるコースだからね、フォルツァの中でも。まあとはいえね、気を抜かずに走らないとこの車は上手に言うことを聞いてくれない。特に1コーナーだね、タイヤの冷えてるここの1コーナーでよく失敗をしている。お、怖い。うん、で改めて、お話をしましょう。セッティングを出した方向性、あ、うわ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 、方向性としては、この車のに対する僕の大きな不満は、3つかなありました。1つはまず挙動がシャキシャキしすぎていて、クイックすぎて、やっぱりね、あの僕の今の僕にはそうそう乗りこなせない、うん。でもう1つはコーナーの入り口で、リアがプッシュしてきてね、巻き込みが激しくてオーバーしてしまう、オーバーステアが強く出てしまう。でコーナーの出口でアンダーステアが強くて、気持ちよくアクセルが踏めない、うん。この3つが、大きな不満でした。なので1つ目の不満、要は、挙動がシャキシャキしすぎている不満っていうのを、解消するために結構車高を上げて、います。うんね、で車高を上げることで、重心移動、荷重移動の距離が増えます。距離が増えるということはそれだけ時間がかかるということです。で荷重移動の時間がかかるようになると車の応答性が下がります。なのであえて車の応答性を下げてシャキシャキ感を消すことで、反応速度を鈍くしている状態です。それで、1個目の不満を解消してます。で2個目、車のコーナーの入り口で、お尻がブワッと巻き込むようなオーバーステアが出てくる問題、これは、別の方法で解決してます。もう一つの方法でね、どういうことか、どうやったかというと、まず、リアのスタビライザーをだいぶ柔らかくしました。要はリアのロールを極端に起こすようにしています。うん、でそれに合わせて、リアのバネも相当柔らかくしてます。うん、でどういうことかというと、ここもねやっぱり時間を稼いでるんだね。うん、バネを柔らかくすることで、車体が沈み込むロールだったり、する時の、時間を稼ぐ、時間を稼ぐということは、突然変化が起きることがない、うん、比較的じわっと変化が起きてくれるので、ね、コーナーの入り口で、なんていうのかな、ハンドルを切り始めて左右に荷重がどちらかにかかった時の変化を緩くしてあげる、それにすることでリアが滑り出す瞬間をね察知しやすくしています。うん、でもう一つやったのが、リアもフロントも、LSD をだいぶハードめ、うん、ロック寄り、うん、にセッティングしています。要はほぼほぼ左右のシャフトが1本の、あ、左右のタイヤが1本のシャフトでつながれている状態に近い。うん、でどうなるかというとね、そのディファレンシャルが入っていると左右のタイヤって自由に転がれるんだよね。あの回転差があっても気にせずに転がれるんだけど、これが
ロックが速い、ロックが近い状態、にすると左右のタイヤが同じ回転数で転がろうとします。うん、でどういうことかというと、コーナリングの途中ね、お尻が滑り出そうとしても内側のタイヤと外側のタイヤが同じ回転数転がろうとしてくれます。うん、ということはまっすぐ進もうとしてくれるんだよね。うん、なので、減速時の、デフをすごくロック寄りにすると、ブレーキを踏んでいる最中できるだけ車はまっすぐ進もうとしてくれる。うん、なので僕が言っていたコーナー入り口でオーバーステア、リアが巻き込んでこようとするっていう現象はだいぶ、うん、弱くなってますね。走りやすくなってるね。LSD の、減速側を、ロックより、ロックを速くすることでリアが巻き込んでくる挙動をタイヤで抑え込んでるような状態、うん、になってます。これね結構いいです。うん、で最後、ね、コーナー入り口の、あ、じゃない、コーナー出口のアンダー、あ、じゃない、オーバー、アンダーか、ごめんね、コーナー出口のアンダーを消す方法、うん、っていうのは、残念ながら特に対処してません。強いて言うのであれば、前のバネもね、前のサスペンションのバネも相当柔らかくしてます。うん、なので要は荷重移動で強引にフロントのグリップを使おうとしている状態、うん、で前のめりにしやすくして、その間だけでもフロントのグリップを稼いで曲がりやすくする、うん、ね。ただ結果として随分乗りやすくなったんじゃないかな、この走りっぷりを見ていただいても分かるんじゃなかろうか。ほら、ちゃんとフロントに荷重を入れてね。ただブレーキング中にもうほぼ向きを変えきらないとね、アクセルを少しでも踏み始めたらリアに荷重が移って前のタイヤはあんまり使えなくなっちゃうのでね。うん、なので、できるだけ直線的にコーナーに入って直線的に抜けていくような動きが理想なんじゃなかろうかね、今のこの車には。ね、今みたいにもう突っ込みで車の向きを変えちゃう、インいるなこれ。あ、怖かった。よいしょ。うん、まあでも4位か。もうちょっと上行きたかったけど、まあしょうがないね、これが実力だ。うん、4位です。でさっきまで4位だったんだよね確かね。ってことは4位、あ、1個下がっちゃった。あ、そう、あ、そう、5位になっちゃった。あ、残念だね。まあこれも結果だね。うん、久しぶりにこのね、ホイールベースの短い MR、うん、に乗ったけれども、やっぱり難しいね。もう少し時間をかけてセッティングを煮詰めたいなとも思いました。うん、でも大変楽しかった。うん、いい車です。軽いからね、そもそもね。うん、自由度が高い。はい、というわけで残るディビジョンは確か2つだよね。もうちょっとでこのマスターズチャンピオンシップの2周目も終わるね。終わるね、もうちょっとでね。まあここに耐久1個残してあるけどね。で次回、まあオープンはちょっと取っといて、乗りたい車が1つあるんだけど、ちょっとなんていうのかな、カテゴリーが下すぎるのでね、次回インディ乗ってこうか。いや、あんまりいい思い出ないなね。はい、それでは今夜はこの辺で、大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。